どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。はい、ハニーさんです。こんにちは。どうも、はい、ということは、はい、夫婦でセッションやっていくぞということでございますけれどもですね、今日はね、虹、菅田将暉さん、ドラえもんのテーマソング、映画の主題歌かな、これがまたいい曲なんですよ、で今回はちょっと特別仕様で、初心者さん向けというかですね、4つ弾きでやろうと。そう、一緒に。これ本当は16ビートとかね、アルペジオとかガスペジオとか、こういろいろな、こうエモーショナルな弾き方でやるとかっこいいんだけれども、あえて、もう、じゃんじゃんと4つ弾きで、どこまでこの曲のパフォーマンスをこう引き出せるかなみたいな。ハモリでね、やっぱりこの夫婦でセッションというか、そういうアンサンブル。だけど今回は2人揃って同じコードを4つ弾きで弾くわけだから、はい、なんかちょっと新しい試みかななんつって思ってるんですけれどもですね、今日もやっていきたいと思います。はい、夫婦でセッションはこんな感じでいろんなね、曲をですね、夫婦でハモったり、いろいろアンサンブルで楽しんでいるということで、いつもリビングルームでやってることをシェアしてるんですけど、他にもいろいろやってます。概要欄に再生リスト貼っとくんで、ぜひ他のね、あの曲もね、どんな風にこう夫婦でセッションしてるか見ていただければなというふうに思いますと、はい、はい、もちろんあのウクレレ簡単だから初めてね、ガズレレで始めたらすぐ音楽できますから、はい、音楽ウクレレ教室概要欄にも貼っておきます。じゃあ早速やっていこうかね。はい、はい、この曲はねもう本当にグッとくる歌詞、ご注目ください、もちろんガズレレレッスン用のね、もちろんあのオリジナルのねバージョンですけれどもね、もう十分楽しめると思う。あのテロップも出しておきます。一緒にセッションしていきましょう、はい、じゃあ夫婦でセッションで虹やってみる。ワン、ツー、離れないように一生懸命に
ってみた。はい、4つ弾きだと、まあ、歌に集中できるんですけど、集中できるって分かってるからこそ緊張感高まる。なんか結構歌詞がね、例えばありのままの二人でいいよとかね、こうこう押し寄せていくんだよね。そうだね、やっぱ本当は16ビートでこうね、うん、そうだから本当はありのままの二人でいいよ、ひたまり見つけてね、まあゆったり16ビートがもう本当はいいんだけど、まあちょっとね、本当シンプルに4つ弾きで歌ってみるっていうのが今回のテーマですからですね。そう、はい、あの初心者さんもね、そうそう楽しめる、そういうことですね。そう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 。で、今のあのこのメロディー見た？いいですよね。タブ譜も出しときましたよ、あのタブ譜ね。これ読み方わかんなかったら概要欄に貼っとくんで、まあ、ガズメロをやっていたらすぐわかる。そうだね。簡単なメロディーでしたこれね、うん。ぜひあのこう感想も入れてもらうと、こうアンサンブルもできていいかなと思います。うん、もちろんこの曲ね、ガズレレレッスン動画めちゃくちゃいい出来になってます。このねレッスン動画なんですけど、これあの去年2023年一番レッスン動画で最近再生されて、なるほど、そうそう、これがすごい人気だったんですよ、はい、まあこっちのレッスン動画を見て、うん、またこのやつでね、うん、あの僕らは今4つ弾きでやったけど、みんな16ビートとかいろいろアラペジオとか織り交ぜてやってもらって、うん、セッションするのがいい、こうバーチャルセッション、確かにね、オンラインで一緒にセッションするみたいな、はい、コードも出てるしですね、ぜひ一緒にやっていきましょうということでございますが、まあまあ、あの、今4つ弾きやったわけですけれども、うん、あの、今ガズレレ見ていただいている皆様、本当いつもね、見てくださってね、あの、音楽プレイしてくださってありがとうございます。もう ガズさんの、あの、この、なんていうかな、このエネルギーの元はですね、やっぱみんな音楽を聴くからやるに変えてほしいっていうのが、まず元になってですね、もうガズさんの使命ですから、使命。使命っていうのはこう読んで字のごとく、命を使うというふうに書くらしいです。最近流行ってるんですよ、それが。まあ、それをね、こういうふうに全開でできてるっていうのは、本当ね、うん、あの、良かったなと思って、それがまた僕にね、こう、やっぱりこう、みんながね、笑顔になると、僕も笑顔になるみたいなところあるんですけど、うん、これがまたですね、嬉しいことに、うん、はい、この本がですね、はい、皆さん、あら、反対です。この本もちろん皆さん、あの、持っていますかね。これ、初心者さん向けの一番最初の教則本と格言が入ってる本なんですけど、また、リットミュージック社さんから出てるこの本が、増刷になりました。ありがとうございます。で、合わせて、こっちの子供と歌おうっていう本があるんですよ。これ知ってました？子供と歌おうですよ。はい、子供と歌おう。これね、あの、こっち見てもらうとわかるけども、子供と一緒に歌える童謡とか唱歌とかアニメソングとか、もうディズニーソングとかいろいろ入ってるんですけど、とにかく子供とバイバイ歌う。これもなんと、嬉しいことにこっちも増刷かかったんです。ね、こっち初めての増刷です、ね、あ。ちなみにこっちのね、緑色の本は、もうこれもう、8すりとか9すりで、もうすごい、もう、超絶ベストセラーになってますですね。で、あの、ちょっとここで告知としては、今年2024年なんですけど、うん、また、ソングブックシリーズ6、ソングブックシリーズ第6弾が、もう出版決定してます。多分8月に出版されると思うんですけど、で、今回この、増刷とこの増刷と、その8月に出るであろう、あの、ソングブック6、合わせてですね、このリットミュージック社さんだけでもう20万部オーバーという、とんでもない大ヒットになりました。皆さんのおかげでございます。本当これね、あの、何が嬉しいかっていうとですね、やっぱりそれだけの人がウクレレで音楽を聴くからやるに変えてくれたっていう、これ事実です。この本を買ってですね、ああ楽しかった、読み終わったって人はいないんです。絶対これで何回も弾くと思うんですね。それだけね、この日本という国や、もしかしたら世界中かもしれない、に、この音楽で、あの、笑顔が増えたということが、これがもうね、嬉しいわけでございます。で、YouTube のチャンネル登録者の方もね、じわ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 とチャンネル登録を増やしていただいて、もうちょっとでね、まあ20万人ですけど、別に20万部とか20万人とか、その数をね、目的にしてるわけじゃないけれども、まあほら、最初の使命としては、一人でも音楽をこう楽しみ、自分でプレイする人が増えるっていうことが、あの、僕のね、やっぱり、あの、伝えたくてやりたいことなんで、これはもう本当に素直に嬉しいというか、ありがとうというか、みんなもどんどんね、音楽やって、もしやってる方は周りの方にも面白いよというふうにお勧めください。よろしくお願いします。で、その時にね、やっぱこれが大事になる。本の宣伝ばっかりだけど、あの、弾き語りができるようになったら、まあ、次にやっぱり迷子になりがちなところがあるんですよ。その時に読んでもらいたいのが、このね、主婦の友社から出版された、ご機嫌ガズレレデイズというガズのね、あの、出たばっかりのエッセイ本。これはあの、本当にご機嫌気分に音楽できる、音楽できるところか、ご機嫌人生。まさにこのご機嫌ガズレレデイズですから。ご機嫌なデイズが繰り広げられるようになるという、めちゃくちゃいい言葉がいっぱい詰まったすごくいい本です。写真とかもいっぱいね、こういうに、あの、あったりとかして、こっちもぜひよろしくお願いします。概要欄に貼っておきますのでお願いします。さあ、で、今奏でていたこのウクレレたちですけれどもですね。
G ラボです、はい。はい、この G ラボといえばもう5月はですね、とんでもないイベント、うん、G ラボ祭りが行われますよ。ここにも書いてあるけど、総額100万円が当たるという。すごいね。なんてことでしょ。100万円じゃないよ。100万円分の商品が当たる。総額ですよ、うん。はい。で、これはどういうイベントかというと、G ラボウクレレを持っているユーザー様が無料で参加できるイベントなんですね。まあ、初めてウクレレを持っている方も参加できます。うん、で、無料なんですけど、申し込みが必要です。概要欄に申し込みのところとか詳細貼っておくんですけど、なんとこのイベントの、オンラインイベント中に抽選会をして、当たった人にはもうガズガズ電話しますから、直接。それもどんどん、ライブ配信中に盛り上がっちゃうということで。とんでもないことすごい、はい、とにかくワイワイ楽しく音楽やりましょう。もうやっぱり自分でやるのもいいし、こう夫婦とか仲間でセッションしてアンサンブルもいいし、うん、ガズメロっていうのをね、メロディー弾きも合わせて、なんか演奏に取り込んでもらうとか、もういろんなとこからね楽しく音楽できる方法みたいなのをね、ご提供できればいいなというふうに思います。でも作り上げるのはね結局皆さんですからね、うん、はい、ぜひ皆さんガズレをご活用していただいて楽しく音楽していきましょう。引き続きよろしくお願いします。というわけで今日は虹夫婦でセッションをお送りしました、はい、楽しかったね、うん、4つ引きでやるっていうのはまたいいのよ、これが、うん、基本に戻るじゃないけど、うん、なんかリズムがなんかとか言ってね、それをこの歌にこう全部ガッとこう持っていく、うん、そしたらまた難しいなっていうところにまた戻ってくるわけ、歌って深いよねということで名曲でございました、はい、はい、それでは、皆さん音楽楽しんでいこう。バイバイ。